ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。池田君、今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデスマイバッハ2018年式走行距離1万キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。今僕紹介させていただきますって言ったんですけど、ちょ紹介できません。難しいですよね、はい、結構、まあ、装備はもうほとんどついてるっていう認識で大丈夫です。そうなんですよね。はい、まあ、基本の装備に関してはかなりもう充実してる、はい、充実します。はい、まあ、もちろんその高級路線のこう頂点なわけじゃないですか、はい、ただオプションが今回そうですね、ちょっとマイバッハの中では若干乏しいと言いますか、はい、シンプルな内容なんで、はい、今回ちょっと紹介じゃなくて、経営者気分を味わうなかなかない機会ですよね、はいはい、そんな回でお届けしたいと思います、はい、あとはやっぱりこの辺ってなかなか難しいところだと思うんですよ。っていうのはやっぱりここまで高級の車だとやっぱり新車を買われる方っていうのが、うん、やっぱり多いのかなっていう、はい、なのでちょうどいい感じのマイバッハ探してたんですよっていう人は割とこう少ないのかなっていう、はい、うん、ただこれちょっと一つずつ見ていくと、うん、結構こう悪くない、私もそう思います。やっぱ車としては、うん、まあ、もともと S がフラッグシップなモデルなだけに、そのさらに、まあ、上といいますかマイバッハモデルなので、すごくご紹介するにもいいかなっていうところで今回ご紹介できたらと思います。ただポジション的にと、あとネーミング的にちょっと敷居が高い感じがいて、うん、して、うん、はい、ちょっとこう選択肢から外れちゃってると思う多いと思います、はい、だ結構近いこのぐらいの、まあ、ボディサイズと、まあ、高級感とっていうのを求めてる方に、あ、マイバッハ意外にいいかも、うん、全然普段使いできるねっていうところで見ていただけるといいんじゃないかなと、はいはい、でまずちょっと外観から見ていきたいんですけれども、はい、やっぱりこの迫力のこのボディサイズ、でも正直長いですめちゃくちゃ長いです、はい、すごくこう端的に言うと S のロングのさらに200mm 増し、はい、約20センチロング、はい、で600円になるとフォーマチックがなくなったりだとか、はいはい、まあ、あとはこの方だと 4WS がなかったりだとか、そうですね、このモデルはないですね。でちょっとその走りの部分と、まあ、あと取り回しの部分は、はい、まあ、事前にちょっと承知しておく必要性があるのかなと。そうですね、はい、でちょっと都内だと使い勝手がいいとは、まあ、正直お世辞にも言えない、うん、そうですね、駐車場、例えば地下駐車場とか止める際にこう結構ぐるぐるこう狭いところもあったりするじゃないですか。ああいうところがもしかしたら長さ感じちゃうかなっていう気はしてます。あとは普通のこういわゆる普通のパーキングだと当然こうはみ出ちゃう。そうですね、はい、はい、なんでまあその辺対応されてる方だと、まあ、正直かなりきついかなと、はいはい、ただ全然そういうところ行かないよ、はい、もう単純に送迎で使って、うん、まあ、駐車場もその決まったところあるよっていう方なんかだと、やっぱりこの大きさからくるこう、うん、快適性とラグジュアリーな感じはもう他の日じゃないですから、うん、はい、ここをまずどう取るかですよね、うん、はい、でその便利機能の 4WS の部分だったりとか、うん、まあ、あと走行性能のその四駆の部分、これがどうしてもないんで、はい、まあ、ちょっとその辺だけ事前にご承知していただく必要があるかなと、はいはい、あともう一つ外装で言うとこの色、あ、はい、これはちょっとメルセデスと違うんですか。基本的にダブルクリアコートの塗装がマイバッハ準備があるんですけども、今回のダイヤモンドホワイトに関しては優勝オプションカラーなんですけど、どうやらダブルクリアコートは選べないカラーらしくて、はい、一応そこはちょっとまあ微妙なんですけども、優勝オプションカラーなんだけどダブルクリアコートではないっていう感じです。なんでこれもなんでそうなってるのかちょっと謎なとこですけど、まあ、きちんとしたその駐車環境と、まあ、その手入れっていうのがまあ前提としてるからなんじゃないかなって勝手に思ったりもするんですけど、まあ、ただ見た目はほとんど変わらないですよね、はい、そうですね、はい、なんでちょっとまあこの辺の違いがわからないところではありますけど、はい、あるかな。であとは外装、この専用のフェイスじゃないですか。はい、これはもうやっぱマイバッハっていうのが一目でわかるかなと思います。結構仕様にされるのも結構定番カスタマイズですけども、うん、はい、やっぱり本物ですよ。そうですね、はい、そして後期からこのマイバッハのロゴが入ったりとかする、ね、そうですね、レタリングがちょうどグリルの頂点にありますね。ちょっとこの方からマイバッハとこうメルセデスが一緒になって、はい、こう特別感がなくなった、特別感がなくなったって言われますけどもそんな中でも、はい、ちょっとこう主張が、はい、うん、後期でかなりアップしたかなと、うん、であとそのヘッドライトのちょっとその衣装がアップデートされたなんていうのは、はい、まあ、基本的にメルセデス S クラスのアップデートと同じ感じで、はい、だと結構グリルがこの目を行きがちなんですけど、この下もそうなんですよ、やっぱりちょっとこう
そうです、バンパーのグリルというか、まあ、ダクトというか、このあたりのフィンの形状なんかももうマイバッハならではっていう感じですね。こうクロームが多用されてて、はい、ちょっと高級感と押し出し感が強い、またちょっとこう AMG のエッジが効いた感じとちょっと違う、はい、うん、高級路線な、そんな外観になってる。そしてあとこっち行きましょうか。ホイールがもう、ホイールはもう定番というか、はい、そうですね、まあ、ただ、はい、これ結構社内で話があったというか、まあ、意見が出てたんですけども、結構マイバッハってあのディッシュタイプのホイール装着率が高いイメージが、まあ、あれももちろん純正なんですけども、うん、まあ、これもオプション、多分無償オプションで選べる20インチになるんですけども、ディッシュタイプの方が多かったような印象はあります、都内走ってて見てても。なんかうちで入庫してる車はこっちの方が多い、ね、かもしれない、ね、クーペとかも、はいはい、当然このポリッシュ、そうですね、ポリッシュの、はい、高級感のあるで、サイズ感もちょうどいい、はい、やっぱりちっちゃすぎず大きすぎず、そうですね、まあ、20インチありますね。であとは組み合わせてあるタイヤが、これ新車装着のやつですかね、だと思います、はい、はい、これがランフラットが、ランフラットです、はい、装着されてる。ただ意外なのはあんまりこうすごく超コンフォートなタイヤっていう感じじゃないのかな、うん、そんなこともないんですかね、まあ、イーグル F1 のランフラットなので、パターン的にもちょっと、まあ、スポーツセダン向けとかのモデルになるのかなと思います。なんかもっとこう細かいこうパターンの、はい、すごくコンフォートな静かなタイヤかと思いきや、はい、なんか意外にちょっとこう、そうですね、スポーツセダンに行けちゃうようなタイヤが装着されていると。あとキャリパーが当然この巨体ですから、はい、多分見たらおそらく63と同じじゃなかろうかという、うん、はいはい、あのうちの後ろに止まってる GT4 ドアの、ね、はい、63と同じキャリパーじゃなかろうかと、はい、ただローターサイズなんかも、そうですね、多分おそらく同じようなものだとは思うんですけども、はい、ドルユートの装着されています、はい、あとちょっと乗ってみてですけど、足回りがやっぱりもう究極を、はいはい、言ってるという、そうです、マジックボディコントロール、はい、プラスこうロールさせない機能、そうですね、ダイナミックカーブ機能ですね、こちらが追加されている形です。 2.5 度ぐらいこう内側がなんかそうなんですよ、はいはい、操作されるような、もう究極こうロールしない足回りになっていると、はい、であとはここじゃないでしょうか、もう、はい、もう650なので、はいはい、V12、はい、でこれ、もう貴重な存在の V12、そうですね、いつまで現存するかっていう感じですよね。前期型も含め、ちょっと V12 の、はい、某中古車サイトで検索してみましたけど、もう数台しか、そうなんですよ、もう台数、流通台数としてはもう非常に少なくなってきてるというか、まあ、あまり新車でもそう多くは出てないのかなっていう印象はありますよね。なんか昔、ちょっと一昔前だと、やっぱりちょっとフラッグシップ12気筒だよねっていうイメージだったんですけど、はい、最近もう本当にかなり究極のじゃないと V12 が積まれてない、うん、そうですね、うん、ここはやっぱりこの味はこれでしか味わえない、はい、うん、やっぱもう V12 はもう本当にやっぱ私も印象的には滑らか、振動だったりとかその辺も滑らかな印象があるので、この後ちょっとまあ乗ってみて、そうですね、その辺もまた再確認できたら、はい、ここはぜひ、はい、押さえておきたいポイントかなと、はい、であとはもう先ほど触れたとにかく長い長いです、どこまでも長い、本当に長いです。でこのウィンドウの形があれなんですよね、はい、S と大きく違うところで、はい、S クラスだとそのままここがないわけですもんね、はいはい、こうなってるところをさらにこう追加されて、うん、もうリアのウィンドウの形がまるで変わってると。だとこの枠もちょっと違う気が、そうですよね、あ、そうですね、ピラーも、はいはい、ちょっとメッキを対応されているというか、はいはい、ピカピカしたところが多い感じ、はい、そうですね。そして後ろが先ほども触れましたけれども、はい、4WS なしの、なしです、この肩までは。そして FR しかないですよね。 FR しかないです、はいはい、12気筒のこの650は FR のみの設定ですね。でそもそもそのマジックボディコントロールが、4駆の設定がない、そうです、はい、なのでおそらくその辺が関係してきてるんじゃないだと思います。この1個下の S560 のマイバッハだと4マチックと FR とあって、4マチックの方だとマジックボディコントロールが設定ないので、はい、そういうことだと思います。はい、じゃあ続いて後ろ側も、はい、で後ろ基本的にはもう衣装も S クラス全部踏襲してる感じで、うん、そうですね、はい、まあ、ちょこちょこ違うような感じが、まあ、エンブレムとか、はいはい、この辺とか、であとマフラーがこれは一応ちゃんと出口あるやつなんですね。そうですね、はいはい、1本出しずつですけども、で当然バルブなんかはなく、はいはい、
こんな感じになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で内装の前に鍵が、そうです、後期だと、はい、まあ、メルセデス その後期化と一緒でこの鍵になると、はい、で裏側にもちゃんとマイバッハが、そうですね、そこはまあやっぱいいですよね、これいいね、はい、これかっこいいです、はい、そして開けると、600が左の設定しかないということで、はい、漏れなく左ハンドルで、内装はこの渋い、まあ、黒の内装、そうですね、標準のインテリアですけども、はいはい、でも必要なものは全部ついてますっていう感じ、ついてます、はい、もう基本はついてます、はい、ただまあ どうなんでしょう、これドライバーズか要素は全くないわけじゃないと思うんで、そうですね、まあ、乗ってみてっていう感じですけど、まあ、全然そういうのはなく、うん、まあ、運転してもいいのかなっていう車だとは思います。まあギリ、うん、そうですね、はい、運転を楽しむ車じゃないと思うんですけど、そうですね、はい、で前乗ってたらおかしいかというと、そんなことも多分ないと思うんで、うん、まあ、ちょっと機能も含めちょっと乗ってみたいと思います、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。でスカーフブレードもマットも全部マイバッハになって、はい、マイバッハです、はい、そしてちょっと乗ってみましょう。乗った感じはあのいいですか？異常なしです、はい、他の S クラスとそんなに変わらないはずです。うん、多分そうです、私もちょっとさっき座った感じも、まあ、クッション性とかシートの感じなんかは変わらないかなという印象です、はい、で専用のこのマイバッハのロゴが入ったステアリングになると、はい、まあ、サイズ感だったりだとかあとこの辺の操作関係は、まあ、おなじみなんで S クラスからそのままスッと入っていけるのかなと、はい、で同じようにS の後期化と同じようにこのデジタルの12インチかな、もっとでっかいんでしたっけ、もっと大きかったと思います、はい、液晶メーターになってると、はい、でこの辺も本当にいい意味で S と一緒なんで、はい、使いやすいかなと。ちょっとかけちゃいましょうか。こんな感じでまるっきり一緒かなと。あ、これマイバッハでもこれちゃんとスポーティーとかもできるの？一応できます。へえ。でも車にちょっと合わないです。そうだね、確かに車にちょっと合ってないねこれ色的にもそうですし、これクラシック2とか欲しいぐらいだね。むしろそうですね、なんかもうちょっと自体とかにこだわったのが欲しいかなと思う。確かにこれスポーティーとかこれはちょっといらない気がしないでもないです。ただあと本当に一緒なんで、まあ、使いやすさはまあ、安定のという感じでしょうか。そして ACC が後期だとちょっと賢くなってて、あ、はい、30秒以内の自動発進なんかもしっかりついてくると、はい、で外装で触れるの忘れちゃいましたけども、ヘッドライトもマルチビームの LED に、はい、はい、なってますと。そしてナビ関係もこの辺も S の後期と同じ、はいはい、全く一緒のものがついてるんじゃないでしょうか。そして時計がこれ IWC になるんですね。そうですね、はい、なるほど、 AMG と同じ IWC の時計がついてくると。でエアコン関係だったり快適装備関係はもう全部フルフルでついてるんで、はい、まあ、問題ないんじゃないでしょうか、はい、そしてここのマークもしっかりマイバッハになってると、はい、そしてアームレストの中もこんな感じです。そして今回の車は後付けでブルメスターのこのツイーターが追加されているということで、はい、そうですね、これ新車装着のやつじゃないんですよね。これ違います、はい、オプションでも確かに同じようなのがあるんですけども、なるほど、あのその場合は後席とかもルーフとかにも追加されるんですけ ど、はい、これはこことかがなるやつですね。そうです、 A ピラのツイーターのみですね、はい、で今回はここだけ後付けで追加されている、はい、で天井関係に至ってはもうおなじみのこのスウェード地の、はい、でバイザーもこんな感じでS クラスと変わらずって感じでしょうか。そしてサンルーフは後ろ、これでかいかな。そうですね、なんかでかい気がします、長いだけあって、うん、ちょっと開けてみます。結局ホイールベースが長くなってるんで、この居住空間というかボディも、なるほど、そうなんですよ、そこが長いのですごい開放感があります。こんな感じになっております。いや後ろいいね、ちょっとこれいいですよ、ね、この後後ろ見てみましょう。そしてあとはペダル、ちょっと僕あの一瞬寂しいなって思ったんですけど、はい、確かにこっちのもう超高級路線に振ってる車だったら、うん、このゴムプラスチックペダルで正解な気がしないでもないです、はい、まあ、そうですね、これにアルミのスポーツペダルとかもちょっと、うん、えっでもこっちスポーツで、そうですね、はい、
確かにロールスとかもゴムのものそっけない、ちょっとクラシカルな印象なんで、まあ、これはこれでいいのかなって思いました。こんな感じになっております。じゃあ続いて、はい、一番メインの鉱石をいいですか、確認したいと思います。はい、池田社長お迎えに上がりました。 ありがとうございます。どうぞ。でかドアでか、あ、乗り降りがもう広いから、この開口部はえぐいね。これすごいですね。もう何も不自由なく今乗り込みました。確かにちょっとなんかコートとかこう脇に抱えてても全然こうスッてこう、これ足伸ばしきろうと思うともう腰全然浮いちゃってますね。なるほど。今それ一番シートをリクライニングしてるモードですよね。そうですね、はい、はい、いやもうこれ深く普通に腰掛けたら全然余裕がありすぎちゃう。なるほど。感じです。で調整自体はそうです、ドアの方に他のと一緒で、あ、こっちが全然こっちだったですね、こっちかの全然こっちで、はい、はい、細かく調整できると、はい、で一発でこうフルリクライニングするボタンも、はい、あります、ね、あるんですよね。こちらです。最高です。いや最高ですね、はい、池田君ちなみに身長いくつでしょうか。170ですね、はい、で僕よりはるかに長い足でも全然届かない。ネットクリアランスもすごいですね。拳2つ半ぐらいできるぐらいあるので、いいですねもうずっと後ろにいたいぐらいですね、はい、でこれがまだ完全体じゃないんですよね。はい、はい、さらに、はい、こっちの、はい、で助手席を全開まで行けると、はい、そうすると足大きいかなんか出てくる。そうです、オットマンが今、はい、出てきます。すごい、これは最高すぎます。なんか靴脱げばよかったかな。よいしょ、あ、足がつりそう、うん、はい、もちろん今あのドア開けて無理やりやってるんですけどそうです、はい、いや完全体ですね。いや寝てきますね。寝れます。某 YouTuber の人がなんでその高級車を社長は買うのか、うん、別にその見栄のためでもその税金対策でもなく、はい、時間を買ってるんですって言ってる人いましたけどいやそうですね。いやまさにそうだなと思って。でもこういう空間で移動ってやっぱ疲れるじゃないですか。こういうやっぱ空間で少しでもこう休めれば仕事の時にちゃんと本領発揮できそうな気になっちゃいます、うん、で結構その、まあ、もちろんそのテーブルがついててパソコンできてとかっていうのもありますけども、はい、携帯で今だいたい用事が済んじゃうんで。確かマイバッハのなんかカタログかなんかも、はい、白人男性の方が、あ、めちゃイケメンの白人男性の方が確かに転がって携帯いじってるかなんかの写真だった気がするんですよね、はい。だからもちろんそのファーストクラスパッケージついてテーブルついてシャンパングラスついて冷蔵庫ついてっていうのもいいですけど、はい、なしので、まあ、ガンガンその使ってっていうのは割といいんじゃないかなって。そうですね、もちろんついてるこしたことないですけど、うん、アームレストというか、はい、一応5人乗りなんですね。一応5人乗りですね。意味が分かりませんもはやなんか4人でいい気がするんですか。ドリンクホルダーと中は一応 USB とあとリアエンタ用の HDMI の端子が入ってます、はい、ただ USB も Type-C じゃないですね。あ、そうなんだ。 Type-A の前のモードなるほど。で冷蔵庫がない代わりに、はい、普通の小物入れがこちらも収納です。ある感じですね、はい、ファーストクラスパッケージだとここがクーリングボックスというか、はい、なるほど、冷蔵庫になります。そして後ろにもアンビエントが入ってたりとか、はい、はい、でここの上にランプの、はい、こっち側にも確かついてる。ここはそうですね、はい、ブックランプとマップランプ、読書灯、はい、しっかりついてて広すぎますね。マジですか。足届かないですね。僕も乗っていいですか。はい、足届かないですよ。いやこれはいいですか、はい、最高です。いや本当に、はい、もちろん特等席は助手席の後ろ側ですけど、はい、運転席後ろもお、すごで、シートヒーター、ベンチレーション両方もちろんついてて、いやこれ完全に寝ていけますね。寝ていけますね、はい、時間が変えますね最高です。でも土屋さんの身長でも、はい、
余裕ありますね、やっぱり。僕身長175センチ、座高マックスなんで180センチぐらいあるんですけど全然リクライニングしてまだ拳1個分以上。ああいいですね、はい、そしてこのヘッドレストのふかふかで。そうなんですよ、はい、寝ていけます。もう足も全然僕の短い足ですけど届かないと。これすごいですよね、足元の空間の広さが本当に、ね、これが多分200ミリのホイールベースが伸びたベースですよね。いやこれプルマンとかだったらまあまあ長くて当然でしょっていう感じだけど、はい、このギリこうセナンベースのこのボディでこれだけの空間っていうのはもう圧倒的。そうですね、またこの辺がすごく広い。広いですね、めっちゃ広い。そしてこっちの、はい、モニターがあれこれリモコンがそちらに、リモコンじゃないつかない、はい、一応まあ電源の方は入りましたね、はい、リモコンがこっちのモニターで、まあ、著作権の関係があるんであんま映せないですけど、はい、テレビとメディア関係が、はいはい、できちゃうと。車のあこっちでもシートとか全部できるの、わすごい。そうなんですよ、はい、全部この辺の調整なんかもできると。で当然ナビも、はい、でこれが左右だからね。左右です、はい、最高すぎます。こんなのがしっかりついてると。あれこれ何、それあれです、ヘッドホンというかイヤホン。なるほど、はい、ヘッドホンですね、未使用です、はい、はい、装着したら怒られそうなんで、はい、装着しないと言ってます、はい、左右ちゃんとございます。これもちゃんとついてると、はいはい、こんな感じになっております、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランク当然足で開けるやつもついてて、はい、よかった、はい、びっくりした、はい、で広さに関しては、はい、まあ、S クラスもそうですけども、はい、ちょっとこう背中のこう機能がいろいろある分奥行きがちょっとないんですよね、はい、意外と、はい、そうですね、はい、ただこれが一応マックス、はい、オプション足していくとどんどん減っていくという。そうなんですよ、まあ、ちょっと実際どうなるかがあれなんですけど 3D ハイエンドサラウンドサウンドとかの、まあ、ブルメスターのオプションつけたりとか、あとはまあファーストクラスパッケージでクーラーボックスが先ほどのところについたりすると40リッター容量が少なくなるっていうことで、あのゴルフバッグとかも長物入れたままだと積載が難しいっていう感じです。もうめちゃめちゃプラス思考ですけど、はい、あの装備がない分トランクは広いと、はい、そうです、はいはい、だ結構ゴルフバッグなんかも、はい、いけるんじゃないかと、はい、そしてこの下も、はい、スペースがあって、はい、こんな感じで、まあ、ちょっとした小物ぐらいは入るのかなと、うん、はいはい、この辺はあんまり S クラスと変わらずですよね。そうですね、はいはい、大きくは変わらないと思います。こんな感じのトランクになっております、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、もうここに全てが集約しております、はいはい、やってまいりました V12 絶滅危惧種です、はい、もう最近っていうか、まあ、割と最近まで国産車なんかでも V12 作ってましたけどすっかりなくなりましたね。昔ほどやっぱ多くないですよね。じゃあメルセデスはしっかりフラッグシップにこの V12 を持ってきてると。はい、そしてこのスペック的なものでいくと、V 型12気筒ツインターボ 5980cc、はい、馬力が630馬力、はい、トルクに関してはまさかの100キロ超えということで、はい、もう怒涛のトルクでこの重たいボディ、ボディはニートン360、はい、そうかありますね、はい、あるんで、まあ、重量級ではありますけども、はい、しっかり走っている、まあ、あとは味がある。そうですね、なんかメルセデスのこの12気筒ってちょっと記憶があれですけども昔から結構このヘッドのなんかデザインというかボンネット開けた時の感じがやっぱずっと変わらないような印象ですね、まあ、ちょこちょこは変わってると思うんですけど、あと馬力も別に V8 出せますけど、うん、600何倍、はい、ちょっとこの滑らかさは違う気がします、うん、そうです、はい、でもちろんミッションも多段化されてちょっと高性能になって、まあ、そのトルコンの音の性能もすごく良くなってとか、はい、もう同じ速度で同じように走っていけるのはもちろんダウンサイジングしたり気筒数減らしてもできるんですけど、はい、これってこれしかない気がするんですよね、うん、そうですね、逆にやっぱまあ Sベースでまあマイバッハがこうあってフラッグシップのさらに上を行ってるからこそ12気筒であってほしいっていうのは個人的にはやっぱ多いです。そうですね、はい、まあ、世間一般にそれがどこまで伝わるか分からないですけど、はい、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います、お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。っていうかもうこの最初のクランキングのさシュル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 って音がやっぱり必要だなと思います。はい、そしてめっちゃ滑らか。そうですよね、本当にめちゃめちゃ滑らか。いいですよね、めちゃめちゃ滑らかです。あの後席から土屋さん遠いです。すげえ遠いです。だいぶ距離が、だいぶ遠いです。正直長さは感じます。長いですよね。長いです。小回りが効く感じもしません。めっちゃ滑らか。いやー、いいですよね。あのね、これは乗らないと多分伝わらないと思うけど、やっぱり V8 と全然あの滑らかさが違う。あー、そうですね。いや、まあ粒が揃ってるような本当に感じですよね。そうだね。なんかエンジン作るならもう絶対直六か V12 って言った人がいるとかいないとか、うん。やっぱりちょっとそのバランスの完成形というか、はい、そして気のせいかもしれないけど前期の560より静かな気がしないでもない。あ、静かは静かですよね。これなんかあの見えないところとかもすげえ工夫されてて、はい、S クラスより圧倒的に静かになってんだよね。中のね、そう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 、中のいろいろ素材とか見直されてすごく静かになってるっていう。で本当になんか部屋が移動してる感じね。いや、そうです。もう後ろこんなんでいいのかなと思いながら、はい、ゴーストあの乗らせてもらった時もみんなでうわやばい超静かなんて言ってたけど、あ、マイバッハもすごく静か。で逆にロードノイズがちょっとこう気になるぐらい。そう、そうなんです。今ちょうど言おうと思ってて、まあ、ランフラットタイヤじゃないですか、うん、だからちょっとまあその硬いっていうのもあると思うんですけど、これがちょっとまあどうなのかなっていうところですよね。あの当然足がいいんでボディ、足回りの硬さっていうか、そのなんて言うんだろう、衝撃が伝わってくる感じはないけど、はい、ゴムがちょっと硬いなっていうのは、うん、ハンドルに少し伝わってきます。あ、やっぱりランフラットじゃその辺がちょっとあれですよね、うん、でも多分シート後ろの後席だと全然それは多分伝わらないんじゃないかな。そうですね、はい、なんかお尻に伝わってくる感じはないです。音でロードノイズを拾う感じですね。めっちゃ静か。これだから今回すごく難しいなと思ったのは価格、新車で2700ぐらい、はい、でやっぱり V8 モデルと500万円ぐらいの差があるんでね。そうです、そうです。でこれが中古車市場だと、ちなみにこの車が S63 よりかはちょっと高い感じ。そうですね、はい。でちょっと S63 プラスアルファでこれ、うーん、ちょっと微妙なとこかなっていう。うん、そうですね。ただちょっと S63 では得られないこの圧倒的な快適性、はい、これ乗ってもらえば結構納得してもらえるとこかなっていうのは思いました。ね、ただちょっともちろんそのドライバーズカー寄りじゃなくなっちゃうんで、はい、まあちょっとその止められるとこも限られちゃいますし、うん、はい、ちょっとかなりその乗られる方買う方は絞られてはくると思うんですけど、はい、車はめちゃくちゃいい車。そうですね、うん、そしてまた現行だとちょっとキャラクターが違うのかなっていう。はい、まだそうですね、223の方はまだ全然入庫もないというか、まだ実車もまだ見たことないですけども、ただ S クラスの流れから考えると、はい、普通の223の S クラスがだいぶデジタルになってるじゃない。はい、でアンビエントなんかもちょっと高級感にそれ欠けるんじゃないのっていう意見も少なくない。そうですね、ちょっとクラシックな感じというか伝統的な感じが残ってるのはここぐらいまでかなっていう。また新しい223になるとまた新しい形というか価値観というか、はい、まあ、もちろん当然車すごく良くなってるのは容易に想像できるんですけど、うわめっちゃ滑らか。これをどうにかして伝える方法ないでしょうか。これでも本当にエンジンはもう何も言うことないですよね。言うことない、本当に全てがこう滑らか、うん、加速も、あとやっぱ102キロのトルクが、確かに重さね、2トンオーバーを感じない。そうですよね、ただ重厚感はめちゃくちゃある。あ、出足なんかもう本当にスススススって出てくるけど、うん、
けど、全然うわ重たい、やっと動かしてるなって感じは全然ないです。でステアリングフィールはもうしっとり滑らか、うん、ブレーキどうですか。ちょっと私も撮影前にちょこっとチェックで、はい、チェック走行したんですけど、なんかこう初期精度というか、うん、少しちょっとヒヤッとするような印象があったんですけど、ちょっと今ちょうど信号待ちで止まりそうですから踏んでみましょうか。はい、ちょっと待ってください。ブレーキはどうでしょう。あー、効かない感じはない。ただ確かに池田君言ってた通り、あの初期制動が少しだけちょっとマイルドになってる気がしないでもないです。うん、特に欧州車は結構初期精度強めで、踏んだ瞬間にガツっていう、はい、踏み慣れてないとカックンブレーキになっちゃったりとかあるんですけど、まあ、それが重さのせいなのか、まあ、そういう味付けなのか分かんないですけど、多少こうラフに踏んでもなんていうのガツンってならないぐらい、そうですよね、ちょっとマイルドな、はい、感じです。とにかく静か、もう眠くなっちゃいそうですすごい快適ですよ後ろ。これはいいね、はい、なんか家のソファーでテレビを見ているかのような感じです。いい、時間が変えてますねやっぱりちょっとプルマンだと家置けないけど、はい、まあ、ここまでだったらギリ、うん、まあ、5メーター4ん5メーター46ぐらいですよね、はい、いいんじゃないでしょうか、はい、でもやっぱ窓長いですし、やっぱルーフもスライディングルーフついてるんで開放感後ろすごいですね。なるほど。でシェードもついてるんで、はい、プライバシーもしっかり守れて、うわやっぱり12だよ12です。いつかは12です。いつかはとか言ってる間になくなっちゃいそうですけど、まあでもそれで言うと12人でも NA ってもうやっぱなくなっ、あーそうですね、できちゃってますよね。もうほとんどほぼ絶滅ですね、はい、確かに。このこれ聞こえますでしょうか、この揃ってる音いいですよね。じゃあちょっとだけグワッと、早いぞこれ、これめっちゃ早いぞこの車、早いですね、めっちゃ早い、トルクがやばいこれ。いやいや言っても AMG じゃないしと思ってたけど、これめっちゃ速いぞこの車。なんかでもあれですね、今の感じだとパワーも630とかあるじゃないですか、うん、で FR ですけど、なんかこう不安定な動きというか、ちょっとこう不安にさせるような動きはなさそうですね。あのちょっとトルクの湧き上がり方がエグすぎてアクセル今ちょっと踏むの躊躇しました。加速が2段階になったのはちょっとやべやべって。ちょっとゼロ発進でグイって出てみようか。そうですね、やっぱりちょっと曲がるときにちょっとやっぱりデカさ感じるかな、ホイールベースが長いですよね。ただ直進は全然、これが223のマイバッハのその四輪ソーダがついてどうかっていう感じしますよね、はい、確かに。 もちろん223めちゃくちゃいいんだろうけど、これはこれの良さはある気がします。これすごいね。ちょっとそのマジックボディコントロールプラスアルファの部分も本当は試せてたら一番いいんだろうけど、はい、うん、そうですね、うん、ちょっとじゃあ、あ早い、やばい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 トルクすごいですねちょっと速すぎて若干トラクションコントロールが速っ。これめっちゃ速いよ。速いですね。通勤快速どころじゃないよ本当に。特急新幹線とまで行かないよ、ちょっと特急ぐらい。めっちゃ安定してるねこれ。でもやっぱ長いから安定感はそうだね、なるんですかね。これだから高速巡航とかすごく安定して快適に、まあ、クルコンももちろんついてますし、何にも聞こえないねこれ。あ確かに、外の音もすごいですね。確かにすげえ静かっすねめっちゃ静か。いかがですか池田社長。いやめちゃくちゃ快適です。もう何も言うことないですね。カメラマン副社長いかがですか。
最高で、でも本当それしか言葉出ないと思います。出ないね、これはね、後ろはもう特に。だからちょっとぜひちょっと S クラスのいずれかを検討している方は、もしくはあのちょっと大型のそのセダンのラグジュアリーなのを検討されている方は、え、マイバッハってちょっと特殊なのでしょって言わずに、あの一回ちょっと検討していただきたい、はい、でもちろんそのマイナスというかその、まあ、取り回しの部分だったりだとか、うん、デメリットもありますけど、それを変えても得るこの良さはある気がします。そうですね、うん、ちょっと僕全然変えもしないですけど、マイバッハちょっとこう敷居めちゃめちゃ高い感じしますもん。あ、いやちょっとそれ特殊な用途でしょみたいな。そうですね、最初そういうイメージ合いますよね、うん、いや経営者でも結構な経営者じゃないと乗らないでしょみたいな感じですけど、うん、もう送迎車のイメージがやっぱ強かったです。うん、確かに確かに確かに。だから逆に先代よりかもなんかこうメルセデスラインナップの一つになったんで、はい、乗りやすくなったというか所有しやすくなったというかはあるかなっていう。だから思ったの、今回ねちょっとこれあのボンドスタイルで、はい、いじっちゃってもいいんじゃないかなっていう。お、名古屋でも同じこと言ってるんですけどいやなんかあのロールスとかってもうマンソリー組んだりとかありますね、まあ、他エアロ組んだりとか、あのタイヤホイール変えてローダウンしてもなんか許される空気になってきてますけど、はい、マイバッハってまだちょっとその空気が あんまりないのかなっていう、ね、ただもうポジション的にも全然それでいいんじゃないかなっていう、うん、だこれで本当にちょいローダウン、乗り心地損なわないぐらいのちょいローダウンでホイール履いて、うん、でめっちゃかっこいいと思うそれ。確かに、まあ、変にマフラーとかもあんまりやりたくないですね、うんうんうん、この感じだと静かに速い、うん、格が違うよねもうね、この快適性これはやばいっすよ。これシートヒーター入れたら本当に寝ると思います多分。いやでも本当にそのなんかちょっとその時間に価値がすごくある人はやっぱりちょっといい車を買って、まあ、もちろんその楽しんで乗ってリフレッシュっていうのもあるけど、はい、この快適に休めたりとか仕事が中でできたりとかっていう時間の使い方っていうのはすごくいいと思う。そうですね、確かに、うん、で新車価格からしたら信じられない価格でこれが、はい、今だいぶ落ち着いてますから、はい、買えるという。ありがとうございます。じゃあちょっと交代お願いします。はい、最高すぎますじゃあ池田君出してくれたまえさっき土屋さんの方でだいぶ踏み込んでいただいたんで、これ届きません僕の短い足では。やっぱ届かないですよね。届かない。いや相当だらしなく座ってお尻も前に行ってるけど届かない。これだってちゃんと座ったら届かないどころじゃないよもうそうですよ本当に。すごっ。しかもねこう長さもあるけどやっぱりこの辺の空間が圧倒的だね。そうですそうです、本当にだから運転席遠く感じましたね。まあ、もちろんそのミニバンで広いやつとかもありますけど今、はい、なんでしょうこのセダンのこのミニバンだとちょっと広すぎて、うん、なんだろうな、こう守られてる感がちょっと弱い。ああ、そうですね、うん、なんかこうセダンでこう広いとすごくこうやっぱり頑丈なものの中で、うん、でなおかつこう広いっていう感じがします。いいな。これやっぱり前より後ろだね。そうです、後ろギリドライバーズかとか言ったけどこれは後ろに乗る後ろには勝てないですねやっぱり。いやでも乗って全くこうなんだろう運転手としての作業になるかというと全然そんなことはなかったですね。ちゃんと操作感もあるし、これいいよ、欲しいこれちょっともう一家の車とこれちょっとスポーツカーとこれ、はい、でナビも、はい、あもちろんこれ左右別々にできるのね。そうですそうです、ソースを、もう後ろはそれでさらに
ご紹介したあのヘッドセットをつけてもらって、はい、ああいいね、はい、プライベート空間みたいなものですよね。でエアコンの調整もできて、うん、はい、アンビエントも後期はあれアンビエントのカラーが増えてるんだよね。はい、64色でしたっけ、はい、確か64ぐらいだった。もうメルセデス初心者土屋には使いこなせません。まあまあ長いですけど運転はしやすいですよね。その取り回しの時だけかなっていう。そうですね。ジャングルグリーンにしておきますもうこれだってできないって言ったら本当にその狭い駐車場を止めるのと、うん、あのマクドナルドのドライブスリーがちょっと大変なぐらいで。あ、それは厳しいかもしれないですねそれは降りて買ってきてもらいましょう。はい、はい、いや超静かですね。ね、ちょっとタイヤロードノイズが逆に気になる気がする。うん、そうですね。土屋さん言ったように確かにステアリングに結構細かい振動がね、そうですね、伝わってきますね。後ろはシートとかこうアームレストとかには大して伝わってこない。だドライバーはやっぱりハンドルに握ってる分、しかもそのレザーじゃなくてウッドで硬いステアリングなんで、はい、結構その路面のインフォメーションが来る。いやだってこれ本当に何も聞こえないね。そうですね、超静か。加速してるときは確かに12気筒の音しますけど、うんうんうん、でもアクセル惰性で走ってるときとか本当静かですよね。スーってただちゃんとこう加速とかもなんか EV みたいな無機質な感じじゃなくて、ちゃんとこうエンジンからパワーが湧き上がる感じ。うん、そうですね。やっぱりこういう車でもちょっとそういう味って必要だと思うな。なんかで来年ぐらいにはやっぱり EV 最高って言ってるまあ EV も現状から どこまでこれからまだまだ進化してくれるかですよね、うん、本当に。確かに確かに。あ、ステアリングヒーターも早い、あったかい。なるほど。じゃあちゃんと前の席の快適装備もステアリングヒーターしかり、そうですね、ベンチレーションしかり、はいはい、しっかりついてると、はい、まあ、ACC がついてるのがまさに、はいはい、ちゃんとその辺も考えられてると。あとナイトビジョンもありますね。あ、なるほど、はい、じゃあ本当に立ち位置的に圧倒的に後ろの車だけど、はい、まあ、前の席の快適性だったりとかっていうのも、うん、そうですね、確保されてると。いや最高です。でシェードがこれ、あ、やってまいりました。真っ暗になっちゃうね確かにそうです。あ、そっか、後ろのシェード、あ、これか。ルーフのシェードも多分閉めたら結構暗いですよね。いや、これちょっと試しに閉めてみようか。ですね、真っ暗です後ろが真っ暗です。いやーすごいですね。いいわ。気がつけばね、 V12 もなくなっちゃってるからね。今メルセデスと BM とアストンとあとパガーニとかって書いてるあったっすけど、パガーニも基本あれ AMG の確かエンジンなんで。そうですね、12気筒少ないですね。そう、あとデジのスタイルパッケージのオプション選ぶと、このあたりがこのマイバッハのエンボスがなくなってダイヤモンドステッチになる。ああ、なるほど、はい、ちょっとおしゃれ内装に。そうですね、振った感じになるみたいです。あとウッドパネルも結構種類があったので。あ、そうなんだ。これ結構種類あるんですよ。これも本当に標準のウォールナットですけど、うん、結構他種類ありましたね。へえ。もうマイバッハをもう台数が少なすぎるし、検討するってことがないんで、そうです、どんな種類があるのかもいまいち分かっておりません。そうですよね。ただあのちょっと最初に新車で購入した方に気の毒になるぐらいこう3年間での値落ちというか、まあそうですね、レベルが、まあ、まあ特殊な車っていうかそう超高級車になるとやっぱりね、逆にそれがあるのが多分、うん、メルセデスマイバッハに限らずだと思うんですけど、はい、
だこれ次買われる方はだいぶお得じゃないかなっていう。そうですね、中古車でやっぱまあこう距離少ない車とかお選びいただく人にはいいかもしれないですね。すごくいい価格帯になってるんじゃないかなと、まあ、車の魅力は変わってないですからね。はい、はい、特に223とこうキャラが違うんで、うん、223がいい人は多分223がいいでしょうし、はい、ちょっとこの古典的なものが少し残ってるのって言えばこの方かなと。うわ、同じ多分ぐらいの加速でも圧倒的にこう安心っていうか、うん、そうですね、全然 G に対するロールもそうだし G に対するこう体の負担が全然違います。これブレーキも味付けっぽいですね、なんかこのフィーリングだと、うん、最初ちょっとチェック走行した時は久しぶりにこういう初期精度甘い車だったのでびっくりしたんですけど、まあやっぱ車は車なんでこういう味付けなのかなっていう気はします。ロールしないね、本当に車線越しても。ロールしないですね。そう、水平移動なの車が。長いのもあるかもしれないけど、やっぱりそのマジックボディコントロールプラスアルファのやつが効いてるのかなって。車車種なんだか忘れましたけど、メルセデスミュージアム行った時に、なんだっけな、もうすごい古典的なもう大昔のその車なんだけど、はい、それが出たそのコンセプトっていうのが、その快適に旅行に行ける。あ、うん、そのためになんかその中を広く作ってエンジンパワーを出してっていうのを、確か僕それ動画にも撮ってきて、動画にもなってるんですけど、そこから本当に変わってないんだなっていう。そうですね、特にこの S なんかもその文字通りって感じですね、うん、最後かなりちょっと鋭角なカーブ曲がれるかな、はい、この長さがちょっと U ターンのため少し狭い道に入りますけれども、さて行けるでしょうか。この先がすごい急なんですよね。はい、ちなみにゲレンデでギリ切り返さないで曲がれる。あ、ギリじゃないの、全然レンジのロングとか結構きつかったです。あ、そうなんだ、はい、90度超えだよね。90度超えですね、ここは。100度ぐらいかな、110度ぐらいかな。アバルトまで行きました。さあ池田君いけるでしょうか。バキ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 って、お買い上げありがとうございますって。おおお、意外にいけますね。いけるけど、わわすごい、やっぱ長いから緊張します、うん、いけますね、すごい。じゃあ意外にいけちゃう。意外とそうですね。ちなみに以前東京店で某有名な方とここ試乗させていただいた時は、ゲレンデで切り返ししました。くそーって言ってました。はい、というわけで今回はメルセデスマイバッハ S650 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。